ポケモン THEORIGIN。めちゃくちゃ好き。再放送してほしいし、こういうアニメまたやってほしい。セパルトラ入れてくれたのほんと好き。親の顔より見たライバル最終戦の前工場に感情のこもった演技がついた時の感動よ。あっさりとしてる赤力ストーリーだからできた感作。他シリーズだと場面に飛車選択難しそうだし冗長になりそう。アニオリのグリーンがポケモンタワーで幽霊にめちゃくちゃビビるシーン好き。再放送してくれー。このアニメ知らない人も多いだろう。初代一切触れてなくて断片的にしか知らなかったのに泣いた。このアニメで初めてメガ進化がお披露目されたんだっけ。メガリザードン X。レッドさんは世界線が変わってもメガリザードン X の使い手なんだな。しかも初めての使い手。当時メガリザードン Y だけお披露目されてたからメガストーン出てきたあたりでメガリザードン出るんだって興奮してたらまさかの初見の X で衝撃すごかったよね。バイビーバイビーって2回続けて言うグリーンにつぼった思い出。もう10年以上前なのか。シオンタウンのホラーシーン好きだったな。富士老人が実はミュウツーの研究に関わっていたという裏設定を初めて回収した作品なんだよな。ルビサファのミュウを捕まえられる島の看板に穴がある看板があってそれが富士老人なんじゃないかとは噂されてた。グリーンが怪我して寝込んでるシーンがめちゃくちゃツボだったわ。グリーン負傷シーン本当良かった。キャラが怪我するの好きなんだけどゲームでもアニポケでもなかなか見られないからね。カメックス86クグの下敷きになってあれで住んでるのだいぶ頑丈なんだよな。ポケモントレーナーって大変。赤緑の世界にメガ進化が出るのはマジで面白かった。メガリザードン X の登場には痺れたわ。メガトンパンチを受け止めるカメックスめっちゃかっこいいんだよね。短編アニメだけあって作画の気合がすごい。翼の動きが細かくてすごくいい。ピカチュウを後から捕まえるちょい役にしてるのはアニポケとの差別化を感じて好き。トキワの森のレア枠だからね。むしろこれが好評だったから。ポケジェネレーションズ、薄い命の翼、放課後のブレス、今にあるんじゃないかな。感謝してる。確かに、ありがとうオリジン。それはそれとして再放送して、たけしがかっこよかった。ミュウツーという紛れもない強敵が相手で実際自分が子供の頃に遊んだ時は一回ボロボロに負けた身としてはメガ進化して逆転は初代最強のミュウツーの株を下げずに新作への動線を繋げたいい展開だったと思う。自分はモンボクリアだったけどこのアニメで榊が本気用のポケモンを出す時の描写としてハイパーボール出してきた時の演出に痺れてハイパーボール好きになったんだよな。カロスはホッコ選ぶから関東の子は草か水だな、となっていたところにいきなりぶっ込まれたメガリザ X で状況おかしくなった思い出。結局どちらも炎を選んじゃった。江口さんのグリーンすごく良かったな。グリーンのセリフから地味にサントリが複数いるんだよなあとあいつで完成って言ってたし、後マスターボールって使用されてないよね。原作の時からグリーン戦の曲好きだったけどほんとかっこいいのよ。確か XY のサウンドトラックに収録されてたよね。全体的にとんでもない技構成してるけどまあ子供の頃ってそんなもんだよなとも思った。確認してみたらミュウツー戦のリザードンって大文字、切り裂く、スピードスター、メガトンパンチだったよ。力こそパワーって感じの技構成で笑う。まあ実際にプレイしてるとこうなるよね。ドシンプルだからこそできたと思うけどゲームの要素とにかく盛り込んでくれたのが嬉しかった。ジムリーダーの榊様が見れる日が来ると思わんかったよ。金銀も大昔に一回やってたけどライバルシルバーがオープニングしか出ないとか寂しい感じでアニポケ軸な原作再現じゃなくて舞台設定がリレベルだったからまたこの原作なぞりでハートゴールドソウルシルバー、ORAS、DP あたりの一本にまとめられる規模の作品でやってほしい。これって今でも見れる手段あるんだろうか。できればサブスク。定期的に録画したのを見返してるけど調べた感じサブスクではないみたいだね。確か前に円盤発売してた気がするから今見るならそれくらいかな。自分の中でこのアニメの監督本作製造機ってイメージだったからちゃんと良いアニメ出されて驚いた記憶。昔にコナマでも上映会やってたらしいわよ。またやってほしいわね。榊の裁縫が強すぎる。なんで裁縫の10万でサンダースがやられるねん。あーメガストーンもらったってことはラストでメガ進化の宣伝やるのね。黒い、誰だお前。こうなった人は多いと信じてる。こっちの榊の悪役感も良かったな。榊がレッドとの戦いを通して少年心を思い出すの好き。最初のあたりの人影 VS ゼニガメでゼニガメの噛みつくに親がドン引きしてたわ。まあポケモンバトルってこうよね。ポケモンリーグに挑んでる時のレッドの手持ちが、リザードン、ラプラス、ドードリオ、ペルシアン、ストライク、サンダース、とスピード重視かつ切り裂く使い多めなの面白い。当時は素早いポケモンが急所ランク1技使うとほぼ確定急所だったんだっけ。オリジンのガラガラママ大好き。悪霊化してトレーナー襲ってるのかと思いきや、上に奴らがいる、近づいてはいけない。って必死に呼びかけてたんだと判明して泣いたわ。
人間に殺されたのに人間の子供を守ろうとすんの優しすぎだろ。恨んでるのはあくまでロケット団だけなんだな。確かロケット団を無視したゲームと違ってこのアニメだとシルフカンパニーの時にグリーンもレッドに協力してくれてなかったっけ。ジムリーダーが対戦相手のレベルに合わせて手持ちを変えるって確定したのこのアニメが初だっけ。それっぽい描写はゴールデンボーイズでもあったと思うけど、絶版してる中古も高いからうろ覚えなんだよな。ジム専用とプライベート用で分けてるだったかもしれん。榊は確か小山力也さんだっけ。レッドがジムバッジを、ロケット団からのバッジはいらないと突き返して、榊がロケット団を解体してジムリーダーからのジムバッジにするっていう展開好き。ここら辺の流れ印象に残ってるな。一番好きなポケモンアニメ作品ですわ。もっと多くの人に知られるべきな作品。レッドが御三家集中強化タイプっぽいのなんかリアルだと思った。赤緑のアニメ化だけどなんでレッドの服装はファイアレッドリーフグリーンなんだろう。グリーンの服装は赤緑でもファイアレッドリーフグリーンのでもなかったし。サトシとシゲルと似てるから自分はそこまで似てるとは思わないけど、赤緑派生のキャラをサトシと同じと勘違いしてる人ときたま見るから泣くはなさそう。放送直後は最後の目が滑りでなんやかんや文句を言われてた覚えがある。